相手は若手ネクロ使いの草壁くんですね。あ、対空見てますね。あ、確かにジュリアンなんか太平に結構負けちゃうんですよね。前回は勝ちましたけど。さあ、しかしこれ草壁くんが立ちはだかる。なんか見えていたけど構わず掴む。あ、ネクロッパーがかなり機能してますね。スターン、これはさすがに終わります。さあ草壁くんがサクッと一本取っていく。さあもうあっという間に画面端、アッパー連打、アッパーがすごく当たる。マエステに肘が置いてある。水中使って、さあ残りこの体、おお、アッパー引っかかりますね。うわ、今エレク出てたら、あー、中パン。中膝トルネードエレク、アッパー、やはりこのアッパーか。ブロってる、よく見ている。でんでんでん。さあ草壁くんゲージマックスはでかいですね。さあ壊しエレク運んで、うわー、ここでジュリアンのラッシュが入って耐えるか。うわー、引っかかる。いや、まだわからない。うわー、さあちょっとつながってなかったけど、まあでも削りでも死んでましたかね今ね。今度はジュリアンがアッパーのスカリに差し返す流れになりましたね。読み合いが回ってますね。あ、3本目。さあぐるぐるして画面端投げる、ぐるぐる、おー、アシエルク当て感がいい。引っ叩いてドリル、ドリル、あ、ゼロドットどうする、キージー。さあ草壁くんがリーチですね。さあここは暴れ中肘、やっぱ中肘強いですね。発生が早いので優秀な技です。さあリバッサーカラクサ、ジュリアンもやってきますよ。これはつながってる、いや、やりますね。
坂部くんが勝ちました。